ジュリエット・レカミエ、作者不詳、19世紀初頭、ジュリエット・レカミエは、19世紀フランスの文学、政治サロンの花形となった女性。マダム・レコンイエ、レカミエ夫人とも呼ばれる。世界の歴史の中でも、最も美しい女性と言われている。ジャック・ルイ・ダウィットや、フランソワ・ジェラールの描いた、肖像画やナポレオンとの関わりによって歴史に名を、残した。リヨンで生まれ、 1793年に26歳年上の銀行家ジャック・ローズ・レカミエと結婚。当時、ジャックは事実上、ジュリエットの実の父で、彼女を自分の正当な相続人とするために結婚したのではないかと言われた。二人の間に夫婦らしい関係はなかったが、非常に人気の高い夫人を夫は面白おかしく見ていた。レカミエ夫人は美しい容姿を持ち、 強く美しい目をしており、髪は短く、ギリシャ風の衣装、ヒマティオンを好んだ。性格は、聡明であり、非常に信念が強く、忍耐も強く、頑固で、教養が高かった。マダムレカミエ、ジャックリー・ダビットが1800年、当時ヨーロッパで流行していた、ギリシャ風の衣装をまとっている。両端に背もたれがあるタイプのチョイスは、 この絵にちなんでレカミエと呼ばれるようになった、失声政,政府時代に、彼女が開いたサロンには、元王党派を含む多くの文人や、政治家が集まった。ジャンバティスト・ベルナドットや、ジャン・ビクトル・マリーモーローもいた。スタール夫人、シャトー・ブリアン、バンジャマン・コンスタント親交を結んだ。テレーズ・カバリスと友人であり、後に、ナポレオン・ボナパルトの妻になるジョゼフィーヌ・ド・ボワルネとも一時、 友人であった。1795年、ナポレオンは国内軍司令官になってパリのサロンに出入りするようになり、彼女と出会っている。ナポレオンの妹、ポーリーヌ・ボナパルトはレカミエ夫人に憧れており、ナポレオンの弟、ルシアン・ボナパルトはレカミエ夫人に何度も熱烈なアプローチをしていた。1804年にナポレオンが皇帝に就任したとき、反対した。 皇帝になったナポレオンに手紙と部下の伝達によって愛人になるよう強要されたが断った。ナポレオンはレカミエ夫人を愛人にするために彼女への贈り物としてジャック・ルイ・ダビッドに肖像画を依頼しレカミエ夫人を制作した。しかしレカミエ夫人本人には気に入られず未完成に終わってしまった。そしてナポレオンと対立するスタール夫人と信仰を結び ナポレオンはそれを不快に思った。帝政時代の1811年にナポレオンと対立し、パリを追放された。その後、故郷リオン、ローマ、ナポリに滞在した。腰掛けるジュリエット・レカミエ、フランソ・ワジェラールが1805年。カルナバレ博物館所蔵ナポレオンによって、夫のジャックの資産がなくなり始めたため、1815年、スイスに隠遁するスタール夫人を訪ね、 夫との離婚を格索した。プロイセン王子、アウグスト・フォン・プロイセンとの結婚を考えていたと言われる。アウグストは、レカミエ夫人に熱烈な行為を持っていた。しかし夫は離婚に応じず、やがて全財産を失った彼女は1819年にパリのオーボア修道院へ引きこもった。ここへ定期的に通ってきたのが、シャトーブリアンであった。 彼を含め、政治家モンモランシー・ラバルコー、マチュー・ジャン・フェリシテ、作家ピエール・シモン・バランシュ、随筆家、ジャン・ジャック・アンペールといった面々と親交を結んだ。年を重ね、病がちになっても、レカミエ夫人はその魅力を失わなかったと言われる。現在、世界中のフランス料理店、パティスリー、世界の様々な洋菓子の名前に、レカミエ夫人の名前が使われている。ありがとうございます。